に展示場ではガソリン自動車誕生から1950年代までの車両約70台を8つのゾーンに分けてご紹介いたしております。まずこちらからの最初のゾーンでは自動車黎明期をご紹介いたしております。一番初めの自動車と言われておりますのはこちらの絵に描かれております1769年にフランスで作られたキュニョーの砲車と言われております。ですがこちらは蒸気エンジンによるものでございました。その後1800年代半ばに電気自動車が作られまして1886年ようやく誕生した実用的なガソリン自動車第1号車がこちらの車でございます。こちらはベンツパテントモトールバーゲン通称ベンツ三輪車でございます。三輪車にエンジンを積んだだけのような大変簡単な形をしておりますが自動車に必要なものはほぼ取り付けられておりまして、まず中央に取り付けられているこちらがハンドルでございます。このようにして操作する仕組みでございます。ちょっと危ないんですよ。いや絶対ここ動かない。まして、ブレーキご紹介いたします。皆様よろしければこちら側からご覧くださいませ。こちらにございます緑色の長いレバーがブレーキでございます。現在ブレーキがかかっている状態でございまして、こちらを前に倒していただきますと前進する仕組みでございます。ただし前進のみでバックの機能はついておりませんでした。簡単な仕組みなんですけども、ちょっと下を覗いていただくとデファレンシャがあります。デファレンシャのために白いベルトがかかっております。で今はこの状態だと右にかかって、これはニュートラルになります。でこのレバーをしますと、ちょっと僕、まあ回転しないと分からないですが、あのベルトが左へ寄ってきます。そうすると駆動をすると。ですからニュートラルと駆動とこれだけでスピード調整を行います。であとブレーキは一番右側にちょっと灰色みたいなのがあると思いますが、あれがブレーキのベルトになります。ここまでやるとブレーキが入るという、それだけの操作方法です。ではエンジンご紹介いたします。皆様よろしければ後方からご覧くださいませ。横たわっております赤色の筒がエンジンでございます。こちらは水冷式水平単気筒エンジンで排気量約 1000cc ございますが、馬力がわずか1馬力でございます。また最高速度が 15km ほどでございますので、自転車と同じぐらいのスピードでございます。またエンジンをかけるにはこちらにございます大きなフライホイールというものを手で勢いよくこのように回していただくとエンジンがかかる仕組みでございます。ちょっとエンジンをかける準備ですが、ここにバッテリーがあります。でこれが IG です。でこれがプラグになります。でこれが、まあ、ラジエーター冷却室で水が入っています。でここにガソリンが入っています。ガス5リッターしか入りません。で、まあ、これがキャブと言われるものになります。でそれからこれ4サイクルなんですから、ペンがあります。この棒が動くんですが、これがインテークに入る、下が出る、回転するごとに連動して動きます。で指導方法はですね、まあここにちっちゃなネジがあるんですが、これはあの板と板で接触をさせます。でここに穴がいくつも開いてます。これで空気とガソリンの量を調整します。であとはひたすらこれを回してかけます。でかからないはまた調整をしながらかけていきます。であとここに油があるんですが、垂れ流しになります。まああの最初ですから、あの環境問題ありませんのでまあ少しずつ落ちていく垂れ流しを使っております。でタイヤはこれゴムです。でおそらくこれは自転車、当時の自転車ですね、そのものを使ったんだろうと思います。